はい、こんにちは、勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、デラックス機械未来ドウォッチ、仮面ライダーウォーズフューチャリング機械に変身。 LR44 電池3個必要でございます。1800円か2000円ぐらいで売ってました。開けるとこちら、じゃん、かなりの蛍光色でございます。すごいね、強い色してますね。それでは鳴らします。はい、ということでこれで単品遊び機械になりました。それではビヨンドライバーに挿してみたいと思います。電源ビヨンドライバーアクション。投影フューチャータイム、でかい、高い、はい、ということでこちらですね、でかい、破壊、豪快、フューチャリング機械、機械ということです。ビヨンドタッタイム、フルメタルブレイク、はい、フルメタルブレイクということで、久々はこんな感じになってます。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、機械未来ドウォッチでした。それではまた明日。